はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイボールですね。確かな飲み応え、ハイボール、セブン&アイの、商品。糖類ゼロ、プリン体ゼロ、アルコール度数 7% と高め。原材料がウイスキーとスピリッツと、食物繊維、ポリデキストロースと炭酸ガスと、香料と酸味料と、カラメル色素。ここにカラメル色素って書いてあるのがもう潔いよね。もうだからカラメル色素で茶色くしてますって言ってるようなもんです。実に潔い。まあ、結構そういうウイスキー多いですからね。特にブラックニッカクリアとか、あそこら辺はもうほぼ、100% カラメル色素で添加して色つけてるウイスキーですからね。乾杯。まずくはないな。ほのかに甘い。まあ、糖類ゼロって書いてあるけど、ほのかにこの、ハイボールの、ウイスキーの甘さが、うん。これ、糖類ゼロっていうのはでかいよね。たまにハイボールで糖類入ってるやつあるから、恐ろしくあれはまずいな。うん。全然、美味しいですね。うん。ほんとハイボールに糖類入ってるの、マジ勘弁してほしい。ものすごい吐き気する。うん。うん、うまい。普通に美味しい。うん。味としては、そんなスモーキーではないんだけど、まあ、若干のスモーキーさは若干ある気がするけど、ブラックニカクリアのハイボールよりか多分自作で作ったブラックニカハイボールよりかは、美味しいかな。わからん。まあ、これ、製造者が合同酒精株式会社なんで、まあ、焼酎には長けてんだけど、ウイスキーには長けてないと思う。多分、ウイスキーの、合同のウイスキー使ってんだろうな。うん。まずかない。うん。糖類入ってるハイボールに比べたら断然美味しいっすね。うん。うん。コクがほんのりあるし、ほんのり、スモーキーさも若干ある。うん。十分100円だったら美味しいでしょ。甘みはまあないでしょ。あ、ほのかに、ウイスキーの甘みはあるにしろ。全然、糖類とかの添加の甘さではない。まあ、香りもそこそこあるし、まあ、普通に美味しいですね。4244です。ご視聴ありがとうございました。